鈴なりの村田明彦です。よろしくお願いします。ベリーと生ハムの白和えの作り方をご紹介いたします。白和えは本来お豆腐で作ります。だけどもチーズ、カッテージチーズだったりサワークリームだったりを使った色の白い和え物ですね。これを白和えと今回呼ばせていただきます。これはデザートにもなり得ますし、ワインなんかにも合うと思います。ぜひ試していただきたいと思います。この生ハムですね、生ハムとこのベリー系、今とってもベリー系が美味しいので、いちごとかラズベリーとかブルーベリーとか入れて、サラダのようなデザートのような料理を作りたいと思います。和食で白和えっていうのがあるんですけども、これは今回使うのはチーズを使った白和えです。でまずこれですね、これはサワークリーム、チーズってもクリーム系のものですね。サワークリーム、ちょっと酸っぱめのヨーグルトのようなものですね。これはカッテージチーズですね。これはトマトなんかと合わせるとすごく美味しいですね。でこれを合わせます。でここにお砂糖ですね、で白味噌入れてください。これしか使わないんですけど、あるのとないのじゃ結構味の違いが出るので、でこれがごまのペーストですね、練りごまというやつです。これを入れていきます。でよく混ぜ合わせます。でこのごまを入れることによってコクが出ますね。ただ のチーズだけだとちょっとつまんない味になるのと、ちょっと和食らしさを出したいがためにこのごまを入れちゃってます。本来はね、これ精進料理なので、豆腐を使ってそこに甘みだったりをそのクリーム的な感じの味にするものなんですけども、今回はチーズのみでいきます。であとでここにオリーブオイルも入れます。で生ハムです。生ハムはこう大ぶりにカットします。で生ハムも塩味を持っているので、こちらの塩味はあまり入れない方がよろしいかと思います。で今回はこのベリー系のものを合わせてますけども、お好きな果物でいいんですけども、せっかく旬があるので旬のものを使ってみてください。でこれを入れます。ざっくり切ったものですね。で生ハムです。このベリーですね、結構このミックスベリーみたいなもので売ってるので、そちらを使ってみてください。クランベリーとかラズベリーとかが入ってますね。でこれブルーベリーです。でこれをざっくりこう和えます。練るように合わせてしまうとこう和え物っていうのはあまり美味しくないので、ざっくりこう下から上にかき混ぜるような感じで和えていくとよろしいかと思います。でざっくり合わせたところにオリーブオイルですね。できればバージンオリーブオイルの方がいいです。ちょっと青臭さが入ると食べやすくなりますね。だいたいこれは小さじ2杯ぐらい入れちゃいます。はい、では盛っていきます。これも結構甘酸っぱくて美味しいと思います。生ハムが入ることによってこうおつまみ感だったり、ご飯のおかずではないんですけども、ちょっとしたお酒とかお茶のあてみたいな感じのにもいいと思います。でこういったものがあれば、これはミントじゃないんですけども、青じその芽です。でこういうちょっと青いものを一つ飾るといいかなと思います。旬の果物を使った、レシピですね。白和えでございます。
ー。